フリースクールアップルバームの代表をしております原田です。よろしくお願いします。同じくフリースクールアップルバームの小森と申します。よろしくお願いします。こっちがですね、フリースクールのスペースになっていまして、大きいテーブルのところで、みんなでコラージュ作りしたりとか、個別で何かやりたい、絵を描きたいであったりとか、そういう子は使ってますね。今漫画読んでますが、はい、リラックスできるようなところになってますね。はい、やっぱりその自立活動といいますか、いろいろやっぱり体験はしてほしいなっていうのもあるので、買い物に行ったりとか自分たちで予定を立てて、はい、全てやってもらっているような感じで、私たちが指導というよりかは本人たちがメインでやってもらって見守るっていう形で、はい、やってます。塾の中がつながっていてフリースクールっていう風になっているんですが、その横が、私たちの、事務所ですね。はい、はい、どうぞ。こちらなんですが、ここがキッチン、リビングルームみたいな感じになっていまして、はい、親御さんの会っていう、一応マザーキャンパスっていうふうには言っているんですが、はい、お母さん方がここに来て、いろんな悩みであったりとかそういうのを打ち明けながらお話しするっていうようなスペースになっています。で、ここは専属のキャリアコンサルタントの、はい、人と一緒に親御さんであったりとか、あとは生徒自身で1対1でお話しするようなスペースにもなっているので、専門の方に見ていただいてお話を聞いていただくっていうのも一つの手かなというふうに思いますね。なので、おいおいはフリースクールの子たちであったりとか、親御さんと一緒に過ごす場所でもいいですし、はい、生徒同士で私たちが管理して泊まることっていうのも想定しながら、今後は動けていけたらいいかなっていうふうに思いますね。生徒それぞれに合わせた支援っていうのをやっていきたいっていうのは常日頃から思ってまして、生活習慣を整えたいっていう子に関しては、一緒に朝はどうやったら起きれるようになるかなとか、そういうところを一緒に考えていければいいかなっていうふうに思うので、型にははまらずといいますか、いろんな考え方で接することができればいいのかなっていうふうに思っています。まずは悩んでいることであったりとか、迷っていることであったりとか、そういうことを私たちに何でもいいのでお伝えしていただければなというふうに、学校側とのやり取りであったりとか、そういったところもお力になれる部分もあるとは思いますので、はい、ぜひ気軽に面談であったりとか施設見学に来ていただければいいかなというふうに思います。やっぱり認知されていないっていうのが一番の敵だったかなとこの1年思います。不登校支援をやっているって聞いてきたけれども、具体的にここは何をする場所ですかっていうような形で、やっぱりちょっと頭にハテナマークが浮かんじゃう場面が多かったですね。はい。で、我々もやっては見たものの、最初に想定していた支援っていうのは全くできてなくて、やっぱり保護者のニーズに合わせて、地域のニーズに合わせていろいろとカスタマイズされているので、なんかそういうところもこの1年間はちょっとパイオニアというか、開拓者としてはそういう苦労はすごく従業員もあったかなと思います。そうですね、不登校支援っていうふうに縛らなくても、地域の子が集まる場所になればいいなというふうには思ってます。ここは子どもたちの居場所だよ、ここは不登校の居場所だよじゃなくて、子どもたちの居場所だよになる可能性があるので、いろんな人の力を借りたり、いろんな人の知識を借りたり、地域で子どもを育てるっていう空気っていうのは絶対大事なんですよ。本当に悩み相談だけ一回来る保護者の方もいますし、先月からですね、マザーキャンパスっていう子育てに悩んでるお母様の居場所っていうのを作ったので、そういった機会にぜひ話や教育についてお話をする機会を設けられればなと思いますので、ご機会ございましたら。